天然に存在する極所麻酔薬であるコカインの原料となるコカ植物の葉。麻酔薬は麻酔を誘発するために使用される薬物で言い換えれば感覚や意識を一時的に失わせる物質である。それらは大別して感覚的に意識を失わせる全身麻酔薬と必ずしも意識に影響を与えることなく体の限られた部位の感覚を感覚的に失わせる。 局所麻酔薬の二つに分類できる。現代の麻酔診療では多岐にわたる薬物が使用されている。その多くは麻酔科学以外ではほとんど使われていないが、医療の様々な分野で一般的に使用されているものもある。相乗的かつ相加的な治療効果のために複数の麻酔薬を組み合わせて使用することもある。しかし、有害作用も増加する可能性がある。麻酔薬は 痛みを伴う刺激の感覚のみを遮断する鎮痛薬とは異なる。局所麻酔薬は意識を失わせることなく神経インパルスの伝達を妨げる。局所麻酔薬は神経繊維内の高速ナトリウムチャンネルに化学的に結合することにより神経繊維内へのナトリウムの侵入を防ぎ細胞膜を安定させ活動電位の電波を抑止する。 それぞれの局所麻酔薬の名称には、ケインという設備語がつく。局所麻酔薬には、エステル系とアミド系がある。エステル系局所麻酔薬、コカイン、ベンゾカインなどは、一般に、溶液中では、不安定で、速攻性があり、結晶や肝臓のコリンエステラーゼによって、急速に代謝され、一般的には、アレルギー反応を誘発することが多い。 アミド系局所麻酔薬は一般的に熱安定性があり、長い有効期間がある。アミド系麻酔薬はエステル系麻酔薬よりも作用発現が遅く、半減期が長く、レボブピバカインとロピバカインを除いて、通常はラセミ混合物である。アミド系麻酔薬は作用時間の長さから一般に局所麻酔や硬膜外麻酔、脊髄麻酔で使用され、 手術や腎痛、症状緩和に十分な鎮痛効果を発揮する。防腐剤を含まない局所麻酔薬のみ随行内に注入できる。ペチジンはオピオイド作用に加えて局所麻酔作用も持っている。吸入麻酔に広く使われているイソフレランの化学構造。全身麻酔薬は多くの場合、人の意識消失や動物の性交反射の消失を引き起こす。 化合物として定義される。全身麻酔を誘導するために投与される薬物には、ガスや蒸気として投与されるものと、注射として投与されるものがある。揮発性薬物は、通常、容易に蒸発する有機液体である。それらは、全身麻酔の導入や維持のために吸入によって投与する。アサンカチッソとキセノンは気体なので、揮発性薬物とは、みなされない。 理想的な揮発性麻酔薬は、不燃性、被爆発性、使用性でなければならない。それらは、血液ガスへの溶解性が低く、抹消器官への毒性や、副作用がなく、代謝されず、呼吸経路を刺激してはならない。現在使用されている麻酔薬には、これらの条件を全て満たしているものはなく、そして完全に安全な麻酔薬もないと考えられる。 いずれの患者も皆固有のリスクや薬物相互作用がある。現在広く使用されている薬物は、イソフルラン、デスフルラン、セボフルラン、アサンカチッソである。アサンカチッソは、一般的なアジワントガスで、現在も使用されている、最も長寿命の薬物の一つである。その効力は低いため、単独では、麻酔をかけることができず、他の薬剤と併用することが多い。 1950年代に導入された薬物である。ハロタンは、その欠点のため、現代の麻酔診療では、ほぼ完全に新しい薬物に置き換えられた。エンフルランは、その副作用もあって、広くは普及しなかった。理論的には、どの吸入麻酔薬も、全身麻酔の導入に使用できる。しかし、ほとんどのハロゲン化麻酔薬は軌道を刺激し、おそらく咳や、 高頭経連を引き起こし、全体的に見て導入が困難になる。すべての揮発性薬物は麻酔を維持するために単独、または他の薬物と組み合わせて使用することができる。揮発性薬物は最小肺胞内濃度に反比例する効力の観点からよく比較される。効力は使用性に直接関係する。これはマイヤー・オバートン則として知られている。ただし、 気発性薬物のある種の薬物動態特性は別の比較対象となっている。これらの中でも最も重要なのが血液、ガス分配係数と呼ばれる特性である。この概念はある物質の血液への相対的な溶解度を指す。血中溶解度が低い薬物は麻酔科が迅速に麻酔振動を調節することができ、投与を中止すると麻酔状態から 速やかに覚醒することができる。実際、新しい気発性薬物は、その効力のためではなく、血液、ガス分配係数が低いため、より早く麻酔から覚醒できる、万能性のために普及している。麻酔あるいは鎮静を得るために、静脈内で使用できる多くの薬物がある。代表的なものは次の通りである。蒸気の2種類のバルビツール酸酒を、 チオペンタールとメトヘキシタールは超短時間作用型であり、麻酔の導入を予備維持に用いられる。しかし、それらは意識を失うものの鎮痛作用はないため、他の薬物と併用する必要がある。ベンゾジアゼピン契約は、手術前、または手術後の鎮静に用いられるほか、全身麻酔の導入を予備維持にも使用される。全身麻酔の導入に、 ベンゾジアゼピン契約剤を使用する場合、ミダゾラムが望ましい。ベンゾジアゼピン契約は、全身麻酔を必要としない、手術中の鎮静にも用いられる。バルビツール酸系と同様に、ベンゾジアゼピン系には鎮痛作用はない。プロポフォールは、全身麻酔の導入及び維持に使用される最も、一般的な静脈内投与薬の一つである。これは、また、 処置中や ICU での鎮静にも用いることができる。蒸気の他の薬物と同様に、これは鎮痛作用はなく患者の意識を失わせる。エトミゲートは、その良好な生理学的効果のために、主に病気の患者に使用されてきた。ケタミンは、麻酔からの覚醒時に、鮮明な夢、体外離脱、錯覚などの不快な経験を起こすことがあり、 麻酔で使用されることは滅多にない。しかし、エトミデートと同様に、生理学的な悪影響が少ないため、緊急時や病気の患者に頻繁に使用されている。ケタミンは、前述の静脈内麻酔薬とは異なり、全身麻酔を導入する容量よりも低い容量でも、深い鎮痛作用が得られる。また、このセクションの他の麻酔薬とは異なり、ケタミンのみを投与された患者は、 通常の睡眠に似た他の麻酔状態とは異なり、カタレプシー状態になっているように見える。ケタミンで麻酔をかけられた患者は、深い通覚消失があるが、目は開いたままにとなり、多くの反射が維持される。オピオイドは意識を失わせることができるが、これは信頼性が低く、重大な副作用を伴う。そのため、麻酔を導入するために使用されることは、ほとんどないが、 腸脈内非オピオイド系麻酔薬や吸入麻酔薬などの他の薬物と併用されることが多い。さらにそれらは、手術前、手術中、手術後の患者の痛みを和らげるためにも使用される。次のオピオイドは、作用発現と持続時間が短く、全身麻酔中に頻繁に使用される。次の薬物は、作用発現と持続時間がより長く、 術後の疼痛緩和に頻繁に使用される。筋弛緩薬は患者の意識を失わせたり痛みを和らげたりするものではない。代わりに患者の意識を失わせた後骨格筋を麻痺させることで相関や手術を容易にするために使用されることがある。神経筋遮断を行った場合に起こりうる別の合併症として麻酔覚醒がある。この状況では 鎮静作用や鎮痛作用のレベルが不適切に低下することによって麻痺した患者が麻酔中に目を覚ますことがある。これを麻酔科医が見逃した場合、患者は周囲の状況を認識していても体を動かしたり、その事実を伝えることができなくなる。覚醒の発生を抑えるのに役立つ神経学的モニターが利用できるようになってきてる。これらのモニターのほとんどは、 独自のアルゴリズムを用いて、誘発電位による脳活動を監視する。これらの機器が広く販売され、神経学的モニターの測定では十分な麻酔であったにもかかわらず、麻酔下での覚醒が起こったという症例報告が多く存在する。ありがとうございます。